こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。商品探し、ね。探せる人は、安々と3倍どころか、20倍、あるいは40倍の商品をね、ほいほい見つけてきます。まあ、逆に探せない人は、3倍どころか、2倍もね、厳しいんじゃないですかということでね、なかなかはかどらない場合もあります。まあ、いずれにしても、まあ日本に売ってる商品、 オーストラリアで3倍で売れるというのはね、まあ、ありますんで、まあ、いくらでもありますんでね、えー、探し方、えー、覚えてしまえば、まあ、簡単に見つかるようになりますで。その探し方の手順の確認ですけど、まあ、日本の場合、まあ、そんなね、えー、苦労はないです。あの本当に比較さええーまあ、商品あるんだと。 ということでね、えー、自信を持って比較さえしてきゃ、えー、商品は見つかります。で、まず、実店舗で商品を探す場合、ねえー。で、やっぱ初めはね、実店舗で商品を探すのがおすすめです。まあ、店舗はほぼ行きませんと、ね。ネットで十分ですって言って、ネットだけで完結してね、商品がうまく見,見つかってると。初めからそういうスタイルでやってるって人は、まあ、正直今まで、えー、2000人以上ね、えー、見てきましたけど、 ゼロですね、えー。実店舗行くのめ,めんどくさいですねって言って、ネットでやろうとした人いましたけど、やっぱりね、あんまりうまくいかなくて、結局は店舗行って探しに行ったと。一緒にね、店舗行って探したとかいう形になってます。で、店舗行ってやることなんですけど、まずその、まあ、この商品どうかなと思ったら、その商品が、え m アマゾンのね、えオーストラリアで売れてるか、カタログがあって売れてるか、ランキングがあるかチェックすると。 でただ、オーストラリア、アマゾンにね、えー、カタログがあって、制約がある商品はほとんどないと。カタログがすでにある。で制約もあるという商品はね、ほとんどない。ほとんどは、えー、日本の商品検索しても出てこないというのが多いです。でその場合は、えー、すでに先行してね、えー、もう何年も前から、eBay、えー、はオーストラリア人に物を売ってきてますんで、eBay のオーストラリアで制約があるかどうかをチェックすると。 ね、ドットコム、eBay のアメリカと違って eBay のオーストラリアっていうのはね、基本的にオーストラリア人しか使ってませんから、まあ、eBay のね、えー、ドットコムで、えー、ドットコム・デッド・ AU で制約があれば、まあ、きっとオーストラリア人が買ったんだろうという予想がつきますで、このカタログね、えー、オーストラリア、eBay で制約があったらそれを、えー、カタログ作って出品してみるとあるいはカタログがあるんであれば、えー、それに、えー、載せて出品すると いうような形になります。で、この時ね、なんであ、オーストラリア、アマゾンにカタログがあるのにね、えー、ebay は制約があるけど、アマゾンに制約がないのか、まあ。ほとんどの場合ね、値段がバカ高いというのが多いです。ねえー、ebay の制約 50, なのに50ドルなのにね、アマゾンは自己発送で送料も足してる関係で100ドル超えてるというようなのがよくあるんでね。まあ、正直、同じ値段で売れば、ほとんどの場合は売れます。 あのシステムの、オーストラリアアマゾンのシステムの出来が悪いんでね、ちょっと時間かかる可能性はありますけど、いずれにしても売れる可能性が高いです。ですんでね、えー、eBay のオーストラリアで制約あるかどうかチェックすると。で、ネット仕入れの場合も同じ手順です。ね、で、えー、アマゾンにカタログがなかったら、ね、あるいはカタログあるけど写真の出来が悪いとか、タイトル分かりにくくてね、これ誤解されるだろうと。あの タイトル分かりにくいの結構気にした方がいいですね。えー、写真は8個載ってる、ねで。タイトルには何個と書いてない。まあ、普通1個なら書かないですからね。でえー、商品そのものは1個なんて場合はね、これメ,インメイン画像が 8, 8個だからね、なんで1個しか来ねえんだってクレームになったりします。まあ、そういうカタログは載、ねえー、っかないで、カタログ作った方がいいです。で 日本の場合はね、まぁ、あ、こんな手順で、えー、手元にある商品で見つけてって形で行くんですけど、まあ、オーストラリアに住んでいる場合ね、どうしても商品が少ないんで、えー、オーストラリアで売れている商品は簡単に、まあ、日本と同じようにチェックできます。ところが、そのチェックした商品を仕入れに行こうと思ってもほとんどないと。ね、まあ、日本には商品がたくさんあると。で日本に商品があってオーストラリアにカタログがないものが多い。ねで えー、eBay で制約して日本の商品なのこれね、あるいは、ね、どこの商品かわかんないな、オーストラリアで探そうと思っても、Amazon で売れてるものを見つけて、オーストラリアの他の場所で探してもほとんどないです。だからね、オーストラリアの場合は先に商品仕入れができるというのを確認する。ってことはつまりはもう、えー、自分がどっかの店舗行って今目の前にある。 商品を見つけると、あ、チェックするという以外は、えー、仕入れがしにくい。で、他はね、日本で仕入れる場合、転送サービスなんかを使って日本で仕入れて、日本でネットで買えるものを仕入れて、オーストラリアを受け取って納品するっていう形もありますけど、いずれにしてもね、オーストラリアでは、もうまずネットで商品を探して仕入れようと思っても、仕入れができないことが多いです。ね。言ってる意味が。 オーストラリアだとまずどんな商品が売れているかをチェックするよりもどの商品が仕入れ可能かを調べてから仕入れしないと、ねえー、全然価格差がある商品はあるんだけど仕入れができませんということになります、えー、1日、ね、1商品ということで商品を探してきてで価格差があるけど仕入れ先はまだ探していないと、ね、ここにあるだろうと思って行ってもやっぱりなかったと。 何しろ、ね、ここにあるだろうと思った場所に行っても品切れになったりそもそも置いてなかったりで商品が少ないのがオーストラリアの特徴で、ね、だからこそオーストラリアでは日本なりアメリカなりで仕入れた商品が高く売れるわけですから、まあ、あるだろうじゃなくて、ね、もこれ仕入れが必ず可能だと、ね、あるいは高い確率で可能だと分かってからそれを比較しないとただ比較だけしても無駄足になっちゃいます。 オーストラリアに住んででる場合ですね日本にいる場合、日本の製品だなとわかる商品で、えー、仕入れができないってことはほぼありえないんで、まあね、仕入れどこでやった,やったらいいかわからない商品で価格差ありますっていう場合は、ね、価格差ありますって言ってる時点で仕入れ価格が分かってるんでね、仕入れわかってなきゃその話にはなりにくいんですけど、も、ま、と、あ、に、ね、えー 仕入れって価格差があったけど、えー、補充ができないとかいう時には相談してください。で、オーストラリアの場合は何しろ、えー、仕入れができるかどうか、ね、それがまず第一なんで、仕入れができる場所の商品を比較するというのをね、えー、商品探しの方法にしないと効率が悪いです。で、ただ例外は売れてから儲かる商品を広げる、あるいは深振りする場合ですね。この場合は、えー、何しろ、 見てね、わかる商品の中では、えー、ないですね。えー、逆にないから、オーストラリアの場合で、ね、持ってくれば高く売れるんで、この場合はもうね、えー、ネットで、えー、調べて、海外から輸入するなり、あるいはね、えー、日本で仕入れるなりっていう形。まあ、ほぼ初めは日本で仕入れるってだけのが無難でしょうね。中国仕入れはね、えー、中国人の参加者がオーストラリア、アマゾン多いんで、えー、普通に、 競争したらね、送料が中国からオーストラリアに送る方がはるかに安い分、圧倒的に不利で負けますからね。まあ、日本仕入れという形で、えー、オーストラリア、ね、アマゾン、商品探し、ね。簡単にまとめといた方がいいですね。オーストラリア、アマゾンの商品探し。日本の場合は、ねえー、まずはじめは実店舗で商品を探すと。でアマゾンにランキングがあるかチェックして、アマゾンにランキングがあってカタログがあるのを、えー、出品するのが一番いいです。で 2回目以降でね、1回納品して売れる商品が分かったとか、言った場合にはカタログない商品も載せるケースが増えてくるんで、カタログ作って納品すると。で、オーストラリアに住んでる場合はね、その同じ形なんですけど、何しろオーストラリアは商品が少ないんで、実店舗に行ってある商品を見比べると。あるはずだっていうので、初めからね、ネットで調べて店舗行っても商品ありませんで、その繰り返しになっちゃいますんで、店舗にある商品を比較する。 あるいはね、身近な店舗だと全然商品がないよという場合にはもう日本のネットで買えるもので比較をするという形で商品探しをしてください。また商品探しの方法についてはね、チャットワーク等でお気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。